ハサミは一回1ミリでも切ると穴が開いてしまうので、やはり絶対もう立ち間違わないように切ること。生地の硬さ、柔らかさ、あまり硬いのは、針が折れたりとかそういうこともあるし、あとはどれだけ正確に仕上げるか。綿の感触に慣れるいうことがまず、一番最初に。Are you fight blood?